東口駅舎改札口改札外とホーム会を結ぶエレベーターは扉が局面になっている。その部駅は京都府南丹市その部町小山東町溝部にある西日本旅客鉄道3位本線の駅。駅番号は JRE16。南丹市の代表駅である。京都駅から東駅まではアーバンネットワークエリアに入り、佐賀野線の愛称が付けられている。 案内状でも、当駅から京都方面は佐賀の線、福知山方面は正式名称の山陰本線と名称が区別されている。ただし、当駅の駅掲示時刻表は両方向とも佐賀の線と案内され、区別が曖昧になっている。以前は特急列車の多くが通過していたが、現在は全ての列車が停車している。普通列車は当駅で折り返すか、 当駅で列車番号を変更し増結切り離しする場合が多い。佐賀の線区間の京都駅当駅間は完全複線化されたが、当駅から綾部駅まで単線のまま。当駅までの佐賀の線区間内は近畿東括本部の管轄で、隣の船岡駅からは管轄が福知山支社に変わる。愛子家の利用可能駅は、 2021年3月13日からは京都方面から当駅を越えて五万駅までであるが、それ以前は京都方面から当駅までのみ利用可能で、福知山方面はサービスエリア外で使用できなかった。そのため、福知山方面行き列車内では当駅発車後、間違ってカード類を使用した乗客の確認と案内をするため、車掌が車内改札を行うことが多かった。 島式ホームに目に四線を持つ地上駅で京上駅舎を有する。上下線の各ホームに子会社の JR 西日本テクノスと共同開発した小スペース型のエレベーターが設置されている。このほか校内には多数の留置線が付設され、夜間大白がある。直営駅で緑の窓口が設置されている。上表の路線名は、 旅客案内上の名称で表記している。前述した通り、当駅で普通列車の運転系統が分断されるため、同一ホームで乗り換えられるようにダイヤが組まれている。そのため、発着番線は一定していない。佐賀の線区間の複線化を反映した2010年3月13日のダイヤ改正で、当駅の列車運用も大幅に変更された。 日中は1番乗り場と4番乗り場に京都方面の快速、普通列車、2番乗り場に京都方面の特急列車、3番乗り場に福知山方面の特急、普通列車が入る運用となっている。2019年度の1日平均乗車人員は4514人で、ある。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。